った。どんなに私の体を調べても、あなたには分かりはしない。分かる必要はない。ただ知ればいい。それではあなたは彼らには勝てないでしょう。は特別だが。あの人は来ます。必ず。指紋に選ばれた時点で特別なんだよ。人はみんな特別なんだよ。来たぞ、ミア。約束通りにな。そうだ。ニアかっけえわ、一貫してこれ言えんの。ブレないよな、ニア。それがめっちゃいい。知的生命体が多元宇宙迷宮を脱出できるわけもない。かっこよすぎな。なめんじゃねえ。時間だろうが、かっこよすぎる。空間だろうが、多元宇宙だろうが、そんなこと知ったことじゃねえ。すげえ。てめえの決めた道をてめえのやり方で貫き通す、それが俺たち大グレンガンだ。輪廻に囚われようと残した思いが飛び出していく。無限の宇宙が阻もうと、この地のたぎりが定めを決める。天も次元も突破して、みんなが乗りるってこと言ってみせるぜ。俺の道を天元突破、グレンラガン。シモン、あなただが、彼らがこれで終わるはずがない。そうだ、これ天才じゃん。まだだ、まだやれる。天才だ。シモン、ここは任せてもらおうか。ローゼノム、天才やん。ラテンガ、かっこいい。オーバーロード。この機体めっちゃ好き。かっこいい。お父様、嘆くな娘よ。一度は絶望と倦怠の海に沈んだ魂がここまで来れた。カリソメの体が螺旋の命の明日を作るならば本望だ。確かにその通り。ニア、お前シモン、あなたはあなたのなすべきことをするためにここまで来た。そうでしょ？わかった。勝つぞこの戦い。必ずな。当然だ。所詮は犬死にだ。消えろ！ダンデンガ、量子分解します。それを待っていた。パパー、シモン、すげー、受け取れ。すげー。ロジェノム、一緒に行くぞ。バカな、自ら量子分解してエネルギーと同化したのか。くらえ、待って、待てるか。待てだ、お前たちのどこにこんな力が。俺たちは1分前の俺たちよりも進化する。一回転すればほんの少しだが前に進む。それがドリルなんだよ。
それこそがこの家の道、螺旋族の限界になぜ気づかぬのか。それは貴様の限界だ。この閉ざされた宇宙で王様気分で他の生命を封じ込めた貴様自身の限界に過ぎない。もっともっと大きな奴がいたわ。その人のためにも私たちは前に進む。その心は無限。その大きさに私も賭けた。覚えておけ。このドリルはこの宇宙に風穴を開ける。その穴は後から続く者の道となる。倒れていった者の願いと後から続く者の希望、二つの思いを二重螺旋に織り込んで明日へと続く道を掘る。それが電源突破、それがグレンラガン。俺のドリルは天を作るドリルだ。すげえ、すげえぜ、マジで。そういうことやったんか。ならば、この宇宙、必ず守れよ。アンチスパイラルかっこよ。当然だ。人間はそこまで愚かじゃない。限も次元も突破して三角にするぜ。